本日はフワちゃんが X で芸人のヤスコに対して裏垢と間違えて悪口を言っていた件と、過去にもフワちゃんはヤスコに対して悪口を言っていた件について紹介します。8月2日にヤスコは自身の X にて、ヤスコオリンピック生きてるだけで偉いのでみんな優勝ですと投稿。このヤスコの投稿に対して8月4日にフワちゃんは自身の X にて、お前は偉くないので死んでください、予選敗退ですと誹謗中傷のようなコメントを返信しました。このフワちゃんの投稿に対してヤスコは自身の X にて、とっても悲しいと、あくまでもノリの悪口ではなくただの誹謗中傷だったようです。そしてこの投稿が炎上し、フワちゃんは8月4日に自身の X にて、本当にすみません、今ここで皆さんに報告することではないのですが、言っちゃいけないこと言って傷つけてしまいました、ご本人に直接謝りますと自分の過ちを認め、ヤスコに謝罪するようです。しかしフワちゃんは過去にもヤスコに対して悪口を言っていたようです。フワちゃんの過去の投稿によると、ヤスコの顔こんなだったのわら、さっきヤスコに01の時いつも大変なロケ行ってくれててありがとねって言ったら、いえいえフワさんこそいつもすごい元気でいてくれてありがとうございますって言われたけど、あいつマジでフローのみで会話してるよなと容姿を笑ったり、あいつ呼ばわりで悪口を言っていたようです。そして8月5日のフワちゃんの投稿によると、昨日の私の不適切な投稿により本日のラジオは休止となりました、私自身の投稿でご本人はもちろん投稿を見た方々を深く傷つけてしまったことを心から後悔しています、本当に申し訳ありませんでしたとラジオは休止になったようです。このフワちゃんのヤスコに対しての悪口について世間の反応は、これは笑えないし本当にダメだと思います、後日ご飯一緒に行って仲直りみたいな写真とかマジでいらないんで、もうフワちゃん SNS やめたら、面白くないだけならまだしも他人に死んでくださいなどというような人が知名度ばかり上がってもいいことないって、 SNS どころかフワは芸能界やめた方がいいね、航空機内での偉そうな態度でも炎上してたけど、常に自分は偉い人間だと思っていることがよくわかる典型的ないじめっ子気質の持ち主、それがフワちゃん、裏垢でいつもこんなことばっかり言ってるんだね、最低、もしかして裏垢で投稿したつもりだった、この件の真偽はわかりませんが、このレベルの暴言は謝罪されて許すとかの次元ではなく、危険人物なので逃げてって思います。加害者ができることはただ一つ、被害者の人生に二度と関わらないことだと思います。いじめをする側の人間なんだなって感じですね、何が悪いかも理解できないだろうし反省もしないだろうから、ほんとこの先一生関わってほしくないです。バラエティの演出としてなら理解できるが、関係ないポストで言ってるんだから本心なんだろうな。こういうのを見ると芸能人への誹謗中傷って、同業者みたいな身近な人が相手を貶めるために裏垢でじりじりダメージを与えているのが多いのかなと考えてしまいます。指原莉乃と仲いいだけはある、類ともだね、過ちと失言は消しゴムマジックでも消せません、謝らないでごまかすクズが多い世の中で、過ちを認めただけ伸びしろがある、アインシュタイン稲田と違ってしっかりと謝ったのは評価できる、普段から弱そうな相手にはボロカス言って、偉い人にはへこへこしてんだろうなと思う、やったことはひどいけど不正ログインされてたとか言い訳するより潔くていいと思う、類似タレントが売れまくってるから、その隠しきれない性格の悪さで噛みつきたくなったか、理由をはっきりさせた方がいいと思います。裏垢のつもりで引用しました、普段から裏垢使って誹謗中傷クソ吐いてますというみんなが納得するような理由など、 TBS のワイドショー番組で池袋暴走事故の件でコメント求められた時に目に涙浮かべてやりきれないと言っていた姿が印象的で、本当は常識人で優しい人って印象だったのに、被害者とご遺族の方を誹謗中傷して侮辱罪で捕まったやつと同じことしてるやんって思いました、本当にがっかりです。なんで反省してるならその後にバカンス言ってる楽しそうなストーリー上げてしまったんでしょう。フワちゃんイメージ、キャラクターしっかり作ってる、実は頭いい人、たまたま成功した失礼な人、なんかさっぱり系かと思ったらネチネチ系だったか、実力で黙らせるスタイルだったらよかったものの、うるさいだけやからな、フワちゃんでもう笑えないとか言ってる人多いけど、この件なくても別にフワちゃんで笑ったことないだろ、
ふわちゃん発達障害だから言っちゃいけないこと言ったみたいに言われてるの誤解すぎる。発達障害がやる言ってはいけないことを言うって空気が読めないであって、気に入らない相手に死ねっていうことじゃないよ。安子が今年の24時間テレビのマラソン完走後にそのまま出演する行列のできる相談所に番組レギュラーのふわちゃんが待ち構えてるの熱すぎる。ふわちゃんの誤爆、安子さんが養護施設育ちの毒親持ちって有名だし、あの明るさ優しさは背水の陣だと毒親育ちにはわかるわけだけれど、それに向かって死んでと言ってのけるところがガチえげつないし、直接謝るのも毒親育ちは許してくれると分かって言ってるところがマジクソだ。ふわちゃんっていい人そうで、他人の悪口も言わなさそうで、何も考えてない元気な感じだけが評価されてたのに、実は他人に死ね死ねとコメントしてる陰湿なやつだと判定したら、何に魅力を感じればいいのかわからないわけで、好感度だけで売ってたベッキーの時と同じなわけですよ。と SNS からの引退を勧める声や、裏垢のつもりで投稿したかの説明を求める声、逆に自分の過ちをごまかさずに認めたことへの称賛の声など、さまざまな意見が寄せられていました。そして、ふわちゃんが裏垢を持っているのかについて、暴露系で有名な滝沢ガレソは自身の X にて、ちなみにふわちゃんは公式ホームページで裏垢があることを公言してます。@ふわ裏垢は現在凍結されてます。と、ふわちゃんは裏垢を持っていることを公言しているが、現在は凍結されているようです。そして現在、友人である指原莉乃のふわちゃんに対しての予言が話題になっています。指原莉乃はふわちゃんに対して、指原、絶妙なラインで生きている子だなって思った。英語を話せたり、気を使えたりと常識もあるんだけど、本質的にどこか欠けている部分があるから、いつか大炎上して終わると思う。ふわちゃん、最悪の予言。と、指原の予言通り、今回の炎上でふわちゃんは終わるのでしょうか。ふわちゃんの終わりの始まりとして、Google Pixel の CM の降板の危機が迫っているようです。スポニチの記事によると、Google Japan は8月6日、YouTuber でタレントのふわちゃんが登場するスマートフォン、Google Pixel の CM 動画をすべて非公開にした。ふわちゃんは2022年10月から同製品の CM に出演。消しゴムマジック編や編集マジック編、簡単乗り換え編などの数パターンで製品の魅力を PR していた。だが8月4日、ふわちゃんはお笑い芸人のやす子が X で投稿した。やす子オリンピック、生きてるだけで偉いのでみんな優勝です。とのポストを引用し、抽象的な言葉を投稿。すぐに削除するも、そのスクリーンショットが拡散され、やす子は、とっても悲しい。と綴るなど、ネット上で大きな騒動になった。騒動を受け、Google Japan は8月5日まで閲覧可能だったふわちゃん出演の CM 動画をすべて非公開に。説明などはなく、利用できない動画は非表示になっていますのテロップを表示するにとどめた。と、ふわちゃんが出演する Google Pixel の CM 動画は非公開にされたようです。いかがでしたか？本日は、ふわちゃんが X で芸人のやす子に対して、裏垢と間違えて悪口を言っていた件について紹介しました。最後までご視聴いただきありがとうございます。